内田里夫は、日本の女優、ファッションモデル、グラビアアイドル。モア専属モデル。東京都出身。レプロエンタテインメント所属。日本大学鶴ヶ丘高等学校、日本大学法学部経営法学科卒業。2010年4月、日本テレビ、アイドルの穴日テレジェニックを探せ。でデビュー。同年6月、日テレジェニック2010に選ばれる。同年9月、 雑誌、BLT の企画、BL トラベルファンイベントバスツアーから結成された事務所非公認ユニット、LPG のメンバーとなる。2013年11月27日、LPG イベントボリューム1の選抜メンバーに選ばれる。2014年3月21日、劇団松本和美のレギュラーメンバー1期生に選ばれる。2014年3月25日、 日本大学を卒業。2014年10月から、テレビ朝日系列の特撮テレビドラマ、仮面ライダードライブにて、死、島切子役を演じ、本格的に女優デビュー。2015年10月からは、ファッション雑誌、モアの専属モデルとなる。2016年、映画、ちまみレスケバンチェーン演奏で、初主演。同年9月25日、オフィシャルファンクラブを開設。 また、ニコニコ生放送、ワウワウプラストで MC を担当している。2019年、オッサンズラブの演技により、第22回日刊スポーツドラマグランプリ、助演女優賞を受賞。2020年7月、YouTube に公式チャンネル、ダーリオチャンネルを開設。8月には早くもチャンネル登録者数が10万人を突破した。芸能界入りのきっかけはスカウト。 事務所に入って一週間で、日テレジェニック2010のオーディションを受け、水着で、晴れ晴れ恋愉快を踊りながら熱唱したところ合格し、アイドルの穴日テレジェニックを探せ、2010への出演が決定。初回収録時は、デビューして2週間だった。番組でのキャッチフレーズは、土新人アイドル。アイドルリーグ。の企画として、アイドルグループ、プレディアに1ヶ月間、留学。 2013年11月10日にはメンバーとしてライブに出演。2014年2月11日、9枚目のイメージ、DVD、オーバー頑張りをイベントにて、ダーリオ共和国を建国し、大統領に就任している。YouTube チャンネルでは風俗本や潜水艦など多趣味さを披露している。横山ルリカとは青年がつぴ血液型が同じ。負けたら打ち切り。 番組対抗ナンバーワン決定戦で初対面した。また、地面から安田リオと間違えられることが多く、2020年7月25日のダーリオチャンネルで初共演を果たしている。犬のぬいぐるみのベルちゃんと一緒に寝ている。家族やペットと同様の感覚であり、ロケや旅行の際にも必ず連れて行っている。小学生の頃は、 茶を読者ページのイラストはがき職人だった。いとこに勧められたのをきっかけに、カイジにはまり、中学の時に友達に初めて勧めた漫画も、カイジだった。漫画、ジョジョの奇妙な冒険の大ファンであり、シリーズで特に好きなのは4部と5部で、一番好きなキャラクターは、岸辺露伴。自宅には、コミックやフィギュアといったアニメのグッズがコレクションされている。また、 漫画、沈黙の艦隊は潜水艦にはまるきっかけとなっている。アニメ、軽音の影響から高校時代にはバンドを組んでいったことがある。仮面ライダードライブへの出演が決定する前から平成仮面ライダーシリーズは全般的に見ていた。特に好きだったのは仮面ライダーカブと。主人公の天と掃除のヒーロー像が新鮮でヒロインの一人であり戦う。 女の子の高取蓮華に憧れていたという。ドライブへの出演以前に、天草戦隊五星ジャーのゲスト役のオーディションを受けており、合格が決まりかけていたが起用には至らなかった。同作品でプロデューサーを務めた仮面ライダードライブチーフプロデューサーの大森啓人が、ドライブのオーディション資料で内田の名を見つけ、推薦したことで起用に至ったという。ドライブに起用されなければ、 芸能界を引退することを考えていたといい、18歳でデビューし、社会人となる23歳が区切りと考えていた。自分の納得のいく仕事ができなければ辞めることはずっと考えていた。辞めたら就職するつもりだったと述べている。特筆すべきイベントほか、DVD のリリースイベントや、出演ドラマの関連イベントなどに出演。また、単独のファンミーティングも開催。 ありがとうございます。